居眠りをする、一般質問しない、説明責任を果たさない、これこそ議会軽視への最たる例です。恥を知れ恥を。ブラックワールド。真に若い世代の参加を願うなら、口は出さずに金を出してください。上から意見を言うんじゃなくて、下から意見を聞いてください。誰かを動かそうとするんじゃなくて、自分が動いてください。キレッキレじゃん、かっこいい。俺の名前は光一、広島県在住の28歳、至って平凡な会社員だ。今日は先輩の小杉さんが3年ぶりに台湾支店から帰国したので、一緒に飲む約束をした。小杉さん、ここです。おお、お久しぶりです光一くん。では改めて、小杉さんお帰りなさい、乾杯。ありがとうございます。もう3年か、早いですね。台湾はどうでした？いい国ですよ。親日家が多いから過ごしやすいですし、何よりこんな私を温かく受け入れてくれる優しい人たちばかりでした。小杉さんは俺より一回り年上だが、年齢のボーダーを感じさせない不思議な魅力がある。少し変わったおじさんだと言われることも多いが、一緒にいると気が楽で心地いい。すごい、スパチャが70万超え。何を見てるのですか？ああ、ごめんなさい、石丸市長の動向が気になってしまって。市長ですか？ SNS 戦略に長けた方なのですね、実に素晴らしい。それだけじゃないですよ、ライブ配信をして自ら財源を生み出してるんです。知力と行動力を兼ね備えているなんて鬼に金棒ですね。ちなみにどこの市長さんですか？阿智高田市です。おお、隣の市ではありませんか。小杉さん、阿智高田市が抱える問題を知ってますか？いいえ、存じません。2020年の8月9日に市長選挙があったんですよ。小杉さんはもう台湾に行ってましたよね。そうですね、もう向こうで働き始めてますね。で、問題とはどのようなことでしょう？実は市長が答弁している動画が炎上しまくってるんです。ほほう、炎上ですか。何やら厄介そうですね。そうなんです、炎上の一番の要因は阿智高田市議会と石丸市長との対立です。何故に対立するのですか？市長の忖度ない発言ですよ。グレーな政治家からすれば疎ましいだけですから。うーむ、隣町のことだからと傍観していられませんね。やっぱり小杉さんは生粋の広島県民ですね。今夜は帰国後の慰労会のつもりだった。しかし阿智高田氏が抱える問題は国家の問題でもあると小杉さんも賛同してくれた。だから俺は順を追って説明することにした。事の発端は前職の市長が不祥事を起こし辞職した事件から始まる。後任として前副市長を破り、石丸さんが若くして市長に当選。37歳の新市長は、新しい政治を目指すためにはまず若い世代へ訴えることが不可欠だと考え、 SNS を活用した政策を行った。この SNS を使った情報発信を地方政治に持ち込んだことがきっかけなんです。2020年9月、就任直後の市議会で市長答弁をしている際、居眠りする議員がいた。議会の一般質問が行われている中、優に30分は居眠りをする議員が1名。市長は居眠りを SNS で指摘、この投稿は多くの反響を集めた。そして投稿から5日後、議会側は市長を呼び出した。密室かつ非公開の30分間、協議会で何が起きたのか。市長が発信した投稿により衝撃の顛末が明らかになった。議会から異例の呼び出し、敵に回すなら政策に反対するぞと説得、恫喝あり。石丸市長は公約の一つに市政の見える化を掲げている。市民に全てを明らかにするのは必然なのだろう。 SNS を知らない古参議員にしてみれば脅威と感じたのでしょうね。なるほど、まさか外に広がるとはという感じですね。その後も市長と議会の対立は激化していった。2021年1月、市長は2人目の副市長を全国から公募すると表明。応募数は4000人を超え、注目を集めた。関心の高さを可視化したとも言える事態に喜び、久しぶりの笑顔を見せてましたよ。2021年3月、
即戦力があると見込まれ30代の女性が内定。副市長の人件費約1210万が予算に組み込まれた。早ければ翌月から着任することをマスコミに発表。残すは議会の同意を得るのみだった。でも議会側は市長との会話を拒み続けたんです。否決を懸念した市長は牽制球を投げた。議会がいつもおっしゃるぜぜひひでという言葉、まさかそこまで嘘ではないだろうと信じています。ぜぜひひとは立場にとらわれず、いいものはいい、悪いものは悪いと判断すること。副市長案について聞かれた議会議員は口々にこの言葉を言っていた。しかし2022年3月、石丸市長の選挙同意案は3度否決され、副市長定数削減案が賛成多数で可決される結末となった。その理由としては、厳しい財政状況の中、新型コロナや大雨による被害の対策が急務であり、2人目の副市長まで予算が確保できないためとのことであった。それ本当なんですか？しらじらしい言い訳ですね。閉会後マスコミの取材で市長は怒りをこらえてこう答えた。ぜぜひひでが嘘だったということですね。逆に議会と対立するとあなたの意見は通りませんよが本当だった。結局議会議員たちはなんだかんだ言い訳して市長に反対の意を見せたということなんですね。そうなんです。これでは納得いかないですよね。議会との溝を一層深めることになった3度の否決、これにより市長 VS 議会の対立が本格化していった。しかし若き市長の熱量はこの程度の威圧では止められなかった。2022年6月、市長は新たな火種を起こした。なんと議員数を半分にする議案を提出したのだ。そんなに予算がないなら無能な議員をクビにするということですね。本音はそうでしょう。16人いる議員を8人まで削減すれば年間約4500万円まで圧縮できると定義した。しかしこの定義は議会への軽視だと猛反対に遭う。それを聞いた石丸市長はついに怒号で返答した。居眠りをする、一般質問しない、説明責任を果たさない、これこそ議会軽視への最たる例です。恥をすれ恥を、そういう声が上がってもおかしくないと思います。どうか恥だと思ってください。忖度ない非難はメディアが大きく報じた。くしくもこのシーンが切り抜き動画でバズりにバズっている。結果は大差で否決となったけど、市長が議会を改革しようとする覚悟を感じました。その覚悟とは、転んでもすぐに立ち上がり次の策を練ることなのだ。2023年4月、市長は吉田町にある道の駅に無印良品の出店計画を発表。早速連携協定を締結し、翌5月には業者と8月末を工期とする随意契約を結んだ。もうこの先の展開が読めますよ。どの道待ったの声がかかるのでしょう。残念ながら正解です。再大会派と呼ばれる古参の議員らが市長の専決処分に反発したのです。これにより道の駅の予算は削除され、無印良品の出店は頓挫した。仮に決定していれば、地域経済の発展や販路の拡大、また人口増加に伴う移住促進という重要な目標の達成が夢ではなくなる大きなプロジェクトであった。日本人の性質として斬新な改革をにわかに受け入れられないことがあると言えます。東京から進出しようとする無印に恐怖すら覚えたのではないでしょうか。まるで鎖国時代に黒船がやってきた時みたいだなって思っちゃいました。まさかそこまでじゃないでしょう。いえ、市長の俊敏な行動に理解が脅威を感じたのは間違いないです。2023年6月、ある議員が市長の不信任決議案を提出する。行政が停滞しているのは市長と議会の対立が原因だと追及したのです。そろそろ疲れが見えてくる頃でしょうね。でもこの議案は面白い展開を見せるんです。提案した議員は市民の公正な判断に基づく選挙に委ねるのが妥当だと主張しました。そうなると罰が悪いのが今まで幅を利かせてきた古参議員です。選挙になったら落選する可能性がありますね。何を言い出すんだと内輪揉めを始めたんです。情けないですね。再大会派議員が出した結論は、議会解散などの法的拘束力を持たない問責決議案を提出することであった。もちろん賛成多数で可決させたのは言うまでもない。
議会後の囲み取材で石丸市長はこう述べている。自分の議席が失われるリスクがあるからですよ。相手に文句はつけるけど、言いがかりはするけど、不信任は通さないだけじゃないですか。これを権力の私物化というんじゃないですか。なるほど、政治でも会社みたいな組織の企みがあるんですね。より良くしようとしても通らないもどかしさが。補佐議員にも若い市長に負けたくない意地や見栄があるのでしょうね。ですが昔から続く政治家特有のこの形が変わらないと日本は絶対に良くならないと思います。クソくらえって思っちゃいます。大一くん、日本をもっと良くしていきましょう。腐った議員を徹底的に追い出すのです。当選確実となりました、北口和子です。ありがとうございます。皆様の熱いご支援とご声援をいただきまして、心より感謝申し上げます。では万歳参照いたします。北口和子、万歳万歳。ありがとうございます、ありがとうございます。彼女の名前は北口和子、現熊本市議会議員だ。おめでとうございます、北口さん。これで7回連続当選ですね。さすがベテランとなると違いますね。ありがとうございます、皆様のお力添えあってのことです。それにそれだけ市民の皆様に期待していただけているということですから、期待に応えられますようこれからも尽力していく次第です。長年議員を務めてきた彼女だったが、少々問題があった。過去のデータを精査した結果、今年度はこのような方針でいこうと思います。ちょっと何よこれ、どうしてこんなことになってるの。例年通り進めればいいじゃない。いいえ、ですからそれについて昨年問題がありましたので、今年度はそれらを踏まえ精査した結果。そんなの大した問題じゃなかったじゃない、何勝手なことしてるのよ。北口議員、落ち着いてください。この問題は前回の議会でも話し合いをして、過去のデータを精査するということで決まったはずです。いいえ、私はそんな決定を下していないわ。私は認めていません。この話は終わりです。ほら行くわよ。あ、待ってください。まったく、人の仕事を増やそうとするんじゃないわよ。ほんと使わない奴らね。例年通りにやってれば仕事も少なくて済むっていうのに、何余計なことしてるのよ。あなたもそう思わない？はい、おっしゃる通りです。まあいいわ、あれだけ言えば例年通りに戻すでしょ。今日の議題は予定していたものを変更し、北口市議への議員辞職勧告決議を行います。え、ちょっとどういうこと？市議の発言には不適切な要素が多いと議員や職員の中でたびたび問題視されておりました。私がいつ不適切な発言したっていうのよ。ではこちらの音声をお聞きください。どうしてそういうことになるのよ。それをどうにかしなさいって言ったでしょ。だから違うって言ってるでしょ。どうしてわからないの、この。なんで。この音声の発言に心当たりはありますか？はい、つい強い口調の発言となってしまいました。申し訳ありません。これらの音声やその他証言による賛成多数で、北口和子市議の辞職勧告決議案を可決します。今回の件で不快な思いをさせてしまった方々にはお詫び申し上げます。まあ一人会派ですしね、嫌われていたんですね。今回の辞職勧告を受けてどのようにお考えですか？辞めるつもりはありません。では今回の反省はどのように生かしていきますか？小さくお話をします。完全に開き直っている北口氏、さらにその後3度の辞職勧告を出された。前回に続きまたも辞職勧告を受けましたが。はい、深く反省しております。パワハラとも取れる言動でしたが、それについてはそういう解釈もあると思います。しかし私にそのような意図はありません。市民からの疑念の声もあると思いますが、今回の補助金の不当について何か一言。不当な要求といったことはいたしておりません。今回で4度目の辞職勧告となりましたが、どのようにお考えですか？大変重く受け止めております。北口は4度目の辞職勧告を受けてもなお嘘泣きや開き直りと捉えられる言動で議員活動を続けた。しかし2019年の市議会議員選で北口は落選した。嘘、どうして、なんで私が落ちるのよ。私は7年も連続で市議会議員を務めてきたのよ。私以外に適任なんているわけないじゃない。一体何がいけなかったの。
選挙攻略、いえ支援者へのアピール、キー、こうなったら次は私が絶対に市議会議員になってやるわ。時間が惜しい、今から4年後の選挙に向けて動かないと。支援者へのアピールを徹底的にして盤石な土台を作り上げる。そしてもう一度市議会議員になるのよ。こうして北口は4年後の市議選に向けて動き始めた。北口和子でございます。再びこの町のために身を捧げ、市民の皆様と一体となるべくこの戦いの場に立たせていただきました。いよいよこの時が来たわね。この4年間他のことは二の次にして確実に票を集めるためだけに専念してやってきたわ。もう勝利は見えたも同然、堂々とこの選挙戦で勝ちを掲げてみせるわ。北口って確か辞職勧告を4回も受けたって話題になってた人じゃなかったか。そうそう、4回も辞めろって言われてるのにすげえずぶといなって思ってたよ。パワハラで問題になったわよね。すごいお世話だったもの。あんな人がトップに立つなんて絶対に嫌よ。ちょっと、そんなこと周りに聞こえるように言わないでちょうだい。支持者が減っちゃうじゃない。そんな何年も前のことをまだ覚えてるなんて脳みそ空っぽなやつだね。自分たちは何も行動しないくせに。でもこのまま正攻法でいたら票が取れないかもしれない。何か他の策を考えないと。この文書を封筒に入れて選挙区内に郵送してください。この文書ですか。北口和子は必ず期待に応えます。どうか皆様のお友達、ご親戚、お知り合いの方一人でも一票をお願いしていただけないでしょうか。結構で公職選挙法違反になるんじゃ。大丈夫です、あなたたちは何も見ていないのですから。それに私が市議として再びこの地区を治めることができれば必ずより良い町にしてみせます。わかりました。もうなりふり構っていられないのよ。落ちたら終わり、それだけなど。どんな手を使ってでも必ず勝ってみせるわ。しかし彼女の健闘も虚しく再び落選してしまった。そんな、ありえない、ありえないわ。あれだけやったのにどうしてこんなことになるのよ。あいつら本当に配ったんでしょうね。私の華々しい再スタートが。失礼します、警察からお電話が。警察から？一体何の用なの？投票呼びかけ文書の件で任意事情聴取をしたいと。あの文書だわ。配った支援者か配られた市民の誰かしらが警察に。いえ、今はそんなことより絶対に文書のことを調べられてはいけないわ。いないと言っておきなさい。先生、また警察から。出てはダメよ、絶対に出ないで。警察もしつこいわね。何度電話してきたって出るわけないでしょ。このままシラを切って逃げ切ってやる。でも今のうちに証拠を消した方がいいんじゃないかしら。そうよ、証拠がなければ何も怯える必要はないんだから。この前の選挙戦で配ってもらった文書の件ですが、警察に何を聞かれても知らないと答えてください。これはあなたたちのためでもあります。わかりました。もちろん手元にはないと思いますが、もし文書を持っていたらすぐに燃やして捨ててください。跡形も残さないように。あとはパソコンのデータも消してしまえばとりあえずはしらばっくれて逃げ切れるかしら。警察だ。公職選挙法違反の疑いで令状が出ている。この事務所の中および自宅を家宅捜索する。令状ですって？こんなに早く来るなんて。何かの間違いじゃないでしょうか。それは調べてみればわかることです。パソコンから文書のデータが見つかりました。よし、北口和子を公職選挙法違反の疑いで逮捕する。そんな、私はそんなものを知りません。私のではありません。おとなしくしろ。話は署で聞かせてもらう。私の議員人生が。ここまで見たお主らは見込みがある。チャンネル登録をしていくがよい。